川崎型輸送船とは、1933年から1943年の間に、川崎造船所及び川崎重工業で建造されたタンカーの形式であるが、川崎型輸送船という故障は、川崎自身がつけたものではない。wikipedia 英文版では、川崎タイプをイラーとしているが、これも英語における正式な故障ではない。 翻訳家で模型制作者でもあるいわ田る郎は、とはあまる、クラス、川崎型タンカーと呼称している。本校では、英文版からの翻訳及び実際に、この故障を使用している書籍があることを重んじて、正式な故障ではないものの、川崎型輸送船という名称を使用する。太平洋戦争突入前に整備された1万トン級。 タンカー戦隊において13隻もの一大勢力を誇り、いずれもが高速を誇って、日本への石油輸送に任じたが、太平洋戦争のため全て軍に徴用された。戦争によって13隻全てが失われたが、戦後に1隻が再生して、改造の上就航した。本校では主に建造までの背景を説明し、船歴については略歴の形で一覧としてまとめている。 単独項目として作成されている船に関しては、そちらも参照されたい。また付録として、同時期に建造された、他の造船所建造の1万トン級タンカーについても、比較のため説明する。虎丸に始まる日本の動力付きタンカーは、早くも1910年建造の,の、ロ広丸で1万トンに迫る大きさのものが、出来上がっていた。1921年建造の、 立花丸は、典型的近代型輸送船のひな型とも呼ばれ、日本海軍でも、大正時代末期から、官邸燃料を、石炭から石油に切り替える事情があって、知床型給油艦やインコ型給油艦を整備していた。大正から、昭和初期にかけては、主に、張馬造船所や横浜選挙、三菱長崎造船所で、多くの大型タンカーが建造されるようになるが、 性能や、要目の面で、統一感があったわけではなかった。飯野商事が、日本海軍の優秀タンカー建造政策に応えて1931年に、建造した、富士山丸は、初めて2畳の縦通角壁を渡して、強度を与え、その他機器類なども新型のものを取り揃えて、当時のタンカーの標準型と目された。その飯野商事は、富士山丸と、特務間、 野間の後ろ身である日本岸に続く三隻目の外交タンカーの整備計画を策していた。一方、長い不況に陥っていた日本の海運業界は1932年から始まった船舶改善助成施設で一気に勝つ気づくこととなった。ところが、この女性政策の対象となって建造される船は当初、貨客船と貨物船であってタンカーは 対象外だったが、そこに終わって入ったのが、日本海軍だった。もともと、船舶改善助成施設で建造される船舶には、日本海軍の要求で、甲板までの高さ、戦争口の広さ及び法を備え付けた、際の強度と工事実施の際の経費が盛り込まれており、一朝有事の際には、特設艦船に転用できるようになっていたのが、 船舶改善助成施設で建造される船舶であって、船舶改善助成施設の裏の目的でもあった。先に述べた日本海軍の優秀、タンカー建造政策で建造された富士山丸や低用丸なども、微法設置位置や速力などの点で海軍側の要求がふんだんに盛り込まれたタンカーではあった。しかし、船舶改善助成施設適用のタンカーを、 これまで民間向け大型タンカーを建造した実績のある張馬造船所や横浜選挙、三菱長崎造船所ではなく民間向けタンカーの建造実績がなかった川崎に建造させるに至った詳しい経緯ははっきりしない。時系列的に二通りの解釈があって日本海軍が飯野商事に川崎でタンカーを建造することを要請したと飯野商事が川崎に タンカー建造を発注し、そこに日本海軍からの要求が盛り込まれることになったの二つがある。いずれにせよ、川崎が海軍艦艇建造で実績のあったことから、艦船本部の指導の下で当該タンカーの建造が進められ、大工事に手ぶらで航行するデメリット対策としてキーと搭載スペースが設けられたが、これは有事の際には、 玉火役湖に転用できるようになっていた。このように、何かと、日本海軍の指導が入りつつ建造されたタンカーが、いわゆる、川崎型輸送船であった。出展は、川崎の記録によるもので、順番は、建造番号順である。また、備考欄の丸印は、船舶改善助成施設的汚戦を示し、院は、優秀船舶建造助成施設的汚戦を示す。 船形は、低身小船舶研究所で研究されたもので、船首はやや前方に傾斜を持たせ、船尾は、いわゆる、巡洋艦式と呼ばれる形状で、流麗な外観を有するものであった。内部区画の形状は事実、上前形式にあたる、富士山丸から継承したもので、二条の縦通角壁を、渡して、強度を持たせ、一種類の油を同時に搭載可能なように、 区切られていた。常述の玉火薬庫に転用可能なキーと、搭載スペースや特殊タンクのほか洋上給油が可能な設備も、建造の時点で揃えており、いつ、いつでも、戦時使用ができるようになっていた。機関は、最終戦の、被災丸を除いて、川崎製の漫画タディーゼル機関1機を搭載し、被災丸のみは、 大阪商船の貨客船、アルゼンチナ丸が搭載していた、三菱 MS 型ディーゼル機関を転用した。第一線、東亜丸の竣工後、川崎では続々と同型船を建造していった。その陰には、すべての同型船の建造がそうだったわけではないが、海軍出身で、川崎の艦船工場長を務めていた、吉岡保邸の働きがあった。一例として、 浅野物産が、タンカーの建造を行うか否かの検討を重ね、一旦は辞長と決まったことがあった。その話を所要で上京していた吉岡が聞きつけ、同系船を繰り返し建造していることや国策を持ち出して、本意を求め、話を聞いた、浅野物産は、辞長を撤回して、タンカー、原用丸の建造を決めた。 吉岡はなぜ、浅野物産に本意を求めたのか。浅野物産との交渉中に行った、川崎の社長である、いかけ谷章介との電話の中で、吉岡は、かつて、浅野物産は、損得抜きで海軍に燃料を納入してくれたので、その恩に報いたいという趣旨のことを話しており、これがきっかけで、建造契約が結ばれた。山下汽船が、日本岸を建造する際にも、 海軍の圧線があった。会社の新規事業のために、川崎型輸送船を求めたところもあった。昭和金融強行で破綻した、川崎の影響を受けた川崎汽船は、再建の一環として、単価事業に乗り出し、海外船の要船とともに、縦川丸を建造して就航させ、利益をもたらした。また、共同漁業は、新たに、南平洋捕鯨を行うにあたり、 保鯨船団への補給と、原油輸送のために優秀船舶建造助成施設を利用して、タンカーを発注。これが、五福島丸となった。その他の同型船も来た、アメリカやオハ、スマトラ島からの原油輸入に活躍した。運航ペースは、東亜丸と極東丸を例にとると、黄光11中夜、復興13中夜、次に一日に上げ2日というもので、 その運行採算は極めて好調であった。もっとも、極東丸が1938年に特設運送艦として徴用され、また、久江丸の建造が空母、大砲建造の影響で太平洋戦争中にずれ込んだことで同型船すべてが同じ時期に民間船として活躍することはなかった。太平洋戦争開戦後は前線が 日本海軍の特設運送艦、特設運送船及び海軍徴用船のいずれかとなり、戦火により一旦はすべて姿を消した。極東丸のみは戦争終結後に引き上げられ、日本輸送船のカリホルにアマルとして再生し、1964年まで活動した。この節では川崎型輸送船と、 同時期の建造された1万トン級タンカーについて解説する。下表の微光欄の丸印は船舶改善助成施設的応戦を示し、陰は優秀船舶建造助成施設的応戦を示す。船体の特徴としては川崎型輸送船と実質同じで姉妹船という見方がある。船舶改善助成施設や優秀船舶、 建造女性施設の適用、富士山丸以来の二条の縦通角壁を渡して、強度を持たせた点については、共通しているが、川崎建造分野戦時標準線とは異なり、建造された造船所ごとにスペックなどが異なったりしている。中でも、日照丸は、船体の至るところに、流船系を取り入れ、日本輸送船の市場に残る、名船と謳われた。 また、黒潮丸は、ディーゼル機関を搭載した他のタンカーと違って、タービン機関を搭載し、太平洋戦争中に建造された、戦時標準戦中の1トルコリラ型、2トルコリラ型といったタンカーが、若干の例外を除いて、タービン機関を搭載したため、そのプロトタイプとも言うべき存在となった。ディーゼル機関搭載船も、それぞれ建造造船所や、 その関連会社が制作した機関を搭載している。音羽山丸と小室山丸には流動面積減少装置が取り付けられ、また本校で紹介するタンカーの中では一番小ぶりの部類に入る。川崎型輸送船と同じ洋平時は商業航海に従事し、太平洋戦争では音羽山丸のみは日本陸軍の指揮下で運航され、他は 日本海軍に徴用されて行動した。この節で紹介したタンカーも、すべて一度は戦没し、黒潮丸だけが戦後に、中華民国政府により付養されて、えーと、解明、後に、イギリス政府に接収されて、給油艦、サーフパイロットとなっている。川崎型輸送船及び、川崎型以外の1万トン級タンカー双方すべてを、掲載している。 川崎型輸送船及び川崎型以外の1万トン級タンカー双方すべてを掲載している。ありがとうございます。